追加キャラの DLC を買うなら別格ゲーを買いたくなりませんか？え、ならない？両方買う？対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました。まあ話がこれで完結しちゃったんだけど、終わりなんだけど、まあそうね、俺は両方買っちゃうからもう終わりなんだけど、まあ新作の別の格ゲーがあるという状態、まあ新作じゃなくてもいいんだけど、まだ買ってない別の格ゲーがあるというその状態、大変喜ばしいというか幸せな状態なんで、すべての格闘ゲームを集めてみましょう。格ゲーコレクターになっていきましょう。まあそれぐらいゲームが出てるという大変幸せなね、状況を噛み締めていきましょう。私はそういうふうに強く思います。なかなかそんなにね、いっぱい手に入ったりしないんで。まあ、そうだな。PS2 とかの格ゲーコレクション。ああ、そう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 。ちょっとね、昔のやつとか、まあ、いっぱい入ってる系のやつとか、なんかね、やったことないゲームとかはね、結構刺激になるんで、値段も大して高くないケースが多いしね。多分自分では使わなそうなキャラだったとしても DLC 買えますか？買うな、普通に。というか、最近の格ゲーに関して言えば、俺、ズンパス以外で買うことほぼなくて、その、なんだろう。誰が来るとか全く知らない状態でも、ズンパスは買うし、何が入ってるのかわからないけど、ズンパスを買い続けてますよ。だから、一回も起動したことねえけど、ズンパスのキャラ全員入ってるみたいなゲームも、まあ、なくはなかったね。現状がね、俺、鉄拳がその状態で、ほぼやってないんだけど、まあ、ズンパスで買ってるし、追加のズンパスとか出るんだったら普通に買うと思うっていう感じだから、どのキャラがとかではなくて、もう、どうせだったら全部入ってるやつにしたいなって思っちゃうから、全部買うかな。まあ値段は当然ね、それなりにしちゃうっちゃしちゃうんだけど、対戦してさ、わからん殺された時に、いやー俺のゲームにそのキャラいないんだよねーっていうストレスに多分俺耐えきれないんで、さすがにズンパスで買うかな。まあ頻度にもよるのかもしれんけど、現状の出てるゲームだったらまあセットで買っちゃう。で、もしズンパスがなくて、一キャラずつ解放みたいなパターンだと、まあ、ワンチャンその、なんだろう、他に興味が向いちゃってて、穴開きになっちゃう可能性はあるかもしれんね。たまたまやってない時期に出てたキャラとかは持ってない可能性はある。みたいな。まあそういう感じかな。とりあえず追加キャラの DLC とかは買うんだけど、まあ、別の格ゲーの方がね、刺激があっておもろいっていうのもわかるんで、まあおすすめは両方やるのがいいんじゃないかなとやっぱ思いますね。はい、対戦いただきありがとうございます。すべてのゲームを買い尽くした後にそれでも満足しきれないやつはすべての DLC を買うしかないので、まずね、まだ買える別の格ゲーがあるという状態をね、楽しんでいきましょう。